こんにちは、青森の小野です。今日は6月29日、私の誕生日でございます。ありがとうございます。今後ろには私の奥さんが座っておりまして、隣には青森の小賀さんがいますけども、今日はバグトラックのパネル版の納車日でございます。ありがとうございます。これからカーファクトリーターボにバグトラックこのモデルを納車しに行きたいと思います。自分の動画です。皆さんお付き合いください。よろしくお願いします。ちょっと運転集中して。水たまりとかいかずいね。ちょっといかついっすね。アジサイが咲いてるでしょ。雨に濡れた。アジサイだ。ハゲサイが。ハゲサイ？アジサイという名のハゲサイ。綺麗綺麗。あ、見てないんだ。見てない見てない。なんか超楽しみっていうか、どうなってるかがあんま想像つかないっていう。はい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 。雨止んできた。弱くなってる確かに。地面も乾いてるね。うん。ジメジメ地面じゃないですね。さあさあ、奥にあんのかな。雨降ってるからもしかしたら奥にあったかもしれないね。あった、ありました。おほほほ、かっちょいいじゃん。おお、あ、思ったより濃いめだな。あー、いかつ、いかつ、かっちょいい。おはようございます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 。これ、これですね。おー、いかつ。あ、でも、イメージ通り。戦車。うわー、ついに来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。お誕生日もおめでとうございます。あ、ありがとうございます。うわあ。ちょっとあと、いや、いいっすか。ちょっと一通り見て。かっちょいい。うわ、色いいわ。あ、かっけ、やっぱ。これらつくと、こういかつ。こう、がっちりしてますね。うわ、く、わ、黒緑で良かった。あそこ色直して良かったです。あ、ありがとうございます。手間かけました。いや、でも、な、この感じだ、でしたね。あー、ちょっと、じゃあ、いろいろこう手続きというか、受付済ませて、中の説明とかも聞いて、後ほど、中を紹介したいと思います。はい、ということで、いろいろ保険の手続きとか、この中の使い方の説明というのを受けまして、これから今からもう乗っていける状態になりました。そして誕生日プレゼントということでバグトラックの帽子、いただきました。ありがとうございます。じゃあちょっと付けたオプションから、オプションを見ていきます。まずルーフキャリアで、リアキャリア、これ両方もうがっつりつけて、上の黒と下の黒でこう緑を挟むようなイメージで仕上げております。でこう来て、タイヤ 1.5 インチリフトアップしてあります。タイヤ14インチですって。はい。でこの後ろはしごもつけました。このリアキャリアをつけると、このはしごをオプションでもつけられるということで、もうこのはしごかっこいいのでこうつけました。それからここをですね、地味に、ラプター塗装にして、ちょっとザラザラした感じに仕上げております。で反対側いくと、これがこれをこうしてパタンとステップになってるので、上までアクセスできるという形になっております。はい。でフロントグリルガード、これが
このこれからカーファクトリーターボで出るバグトラック用の出る予定の今んとこ1個しかないっていう、岩木山の頂上にある鳥居をイメージしてデザインされたというそういうやつですね。このバグトラックのこれも岩木山、津軽富士と言われている岩木山のロゴが入ってるっていうそうなんですけど、まあな青森でできましたって青森で作られたメイドイン青森を象徴する感じです。でフロントフェイスなんですけど、本当はあのブローの丸い目玉のやつにしようと思っていたんですけども、ちょっとまあいろいろこう検討した結果、こっちの純正のものをこう生かすっていう風にしました。なんでかっていうと、あの丸い目玉のやつ見た目めちゃくちゃかっこいいんですけど、せっかくついてる機能は使った方がいいんじゃないかっていろいろこう検討して、あのこっちにしました。後でも変えられるそうなんで、とりあえず今回はこっちの純正の方のフェイスにしたんですけども、このグリルガードと合わさってすごいなんかまとまりが良くて、こっち下がこう台形こうなってて、で上のこのリアキャリルーフキャリアでこうなってこうなってこうなってるのがいい感じですよね。はい、ここにパネルバンっていうのが書いております。で反対側にはこのステップがちゃんとついてて、このステップがあるとないや違うっていう、はい、さあ暗いかな。ポイントはもうここです。この天井にね、ここ薪ストーブ用の煙突穴を開けてます。なんで冬場、まあこれ今ちょっとまた別の動画にしようと思ってますけど、この中で薪ストーブが楽しめるようにっていう風にしてあります。サウナカーのノウハウを入れてるんで、その断熱とかその辺のクリアランスっていうのをしっかり計算して、で安全に使えるようにやっております。上から網戸、下からこういう、スクリーンカーテンっていう、上にソーラーパネルから充電できるようにここにケーブルつないで、あとシガーソケット、これも後ろについてるんで。コンセントは何かと言いますと、ここにこれ外部電源取れるようにコンセントありますんで、これがこう倒れるようになってて、ここに座れるというこういうことですね。なると、2人用のベッドになるっていう。ほんでこういってこれがすごいわけですよ。そこのね、配置として使うのも面白そうっすよね。うん、これいい。エンジンが CVT でオートマなんですけど、普通の4速のオートマと違ってですね、このシフトを変速した時のこうガクンっていう感じとか一切なくスムーズにスーッと走ってくれる感じで、ここマジだめだなこれ。